らせませんが、これは左右に一気にうまくぶっこんでいった。これでモーモスが落ちる。ここで出現とね、厳しいダンテがいますからね。あー当たってしまった、危ない危ない。あーっと振ったいが当たって場所入れ替え。この辺さすが横のモーモスがしっかりしております。ではハイダガットーン、あとモレキュラーからシガウェイン、残るはバンテただ一人、バンテただ一人。しかしこのバンテのぶっ込み能力、さあどうだ、ファイヤーワックス、ファイヤーワックス。さあこれでブームが落ちる。そしてアシストレインからマジンか。しかしヒルーどうなの、これは終わったか。最後はデビルマスライ、勝ったのは久保。さあ大将撃最大将撃そして大将は主義バンドリエジャパンが勝つのか、それともオムティここでストローを引っ張り出すことができるのか。オムティのチームは毎度同じに、ノバドゥームスクラルと。あとこれはうまいですね、落としてきましたね、大抵しっかりしております。これは当たらない、投げている。これは本来はオグティが投げたい場面なんですが、投げていたのは久保だった。また月輪客心が向かって、さあここから現役戦から月輪、さあ現役を踏んだ、あと落としてしまうがどうだ。上手に生身を耐え、さあしかしここ待っていましたと、久保の攻撃が刺さる。ここでビームを落とせるかといったところが次元バーができた。さあどうだ、結果往来ですね、ケージが温存できましたね。さあのほぼ体力 100% かな、体力満点で満タンですね、体力満タンの駆動。いやーノバも崩れてしまった。しかしスクラルがいる、サイレントキリング。そうなの、あーっと X アクターを使ったがどうにもならない。さあ面白いように 200% コンボが決まって、久保がマッチポイント。さあクソゲージャパン、クソゲー星のがうち1人、久保が参加となるか。オグティの方もここで負けてはいられない。特に毎回大会で負けているアベゲンがいなくなった今、俺が勝たなきゃいけない。しかし対空で落としていくのはズボン。さあヒューマンロケットコパン刺していった。さあここから2回の足で伸ばしていって、さらにストーンスパイクが飛んでくるかな。あーちょっと違うか、あーちょっと違う、はい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 、と取りに行った。しかし打ち勝ったのはノバのリリーだった。さあストーンスパイクが待っている、ミサイル当たって、どうなの、ガードする、ジャンシーも当たらない。ミサイルが飛んできて逃げざるを得ない久保。さあここはレイチトリガー逃げていく、そしてマジンか、ダンテが出てくる。さあどうしてもビーム、ビーム、ビームで手を振りますと、さあここでヒューマンロケット追っかけていく、当たった。さあヒューマンロケットの方向転換を感じていく。さあどうぞアドバでしっかり離していく、あーっと投げた、技が当たってみる、投げた。そしてここでローラちゃんが出てくる、どうするの、これがブームを落とされる。あっとこれは厳しいぞ、オグティスクラル引っ張り出されて、さあそこからどうするの、サイレントキリング、どうするのオグティ、バイバーイ。さあバイバーイ、バイバーイになっております。勝ったのは久保、3立て。 Oh my god That is ridiculous。 決勝戦2チームが決定しました。 So maybe I don't know, that guy's Virgil is insane. I'm sorry? その醤油のプレゼントです。 Yeah, it is, it is. 勝利しました。
I mean, he keeps it basic. I like how he goes for stable combos all the time. Yeah, he can just always use his X background on the second character. そしてスピンキングクボクソル、せっかくなんでやっぱりこうコメントとかもらえるといいなと思うんですけども、カメラ考えるとどこがいいのかな、こっちでもらってもいいのかな、コメントこの辺でもらおうかな、じゃあこの辺に。さあそれではですね、キャメイダイさん、ダイちゃん、チョウ、そしてスピンキングクボクソル、こちら両チームに、コメントもらいたいと思います。それではですね、そして、伊達さんいるかな、伊達さんいた、じゃあ伊達さんにコメントの内容を翻訳して海外に、全世界に伝えていただきたいと思います。海外に向けて、海外に向けて、はい、もう言っていいのこれ、どうしよう、一人一人、Kubo's coming to Evo, by the way, so I expect everyone to have an answer for that. Okay, so he says, his right hand's at the limit right now, but he thinks he can beat at least Kame with just that busted right hand. We don't.日本程度の大会で負けるわけにいかないんでね。ちょっとね、このゲーム本番アメリカだから、ここで負けるわけにはいかないと思うので、まあ、サクッと勝って勝利でようと思います。So he says, since this is a Japanese Marvel tournament, he, you know, there's no way he can lose. Okay, the real tournament is in America, so he wants to win it easily here and go to Togeki. All right.ですね、まあ、自分アメリカ行くんですけど、何も言うことないんですけど、何も考えてなかった。あ、そうですね、とりあえずこれ勝って、まあ、アメリカの大会も優勝したいと思います。お願いします。Well, Kubo's going to America as well, so he wants to just win this tournament and win EVO as well. Thank you. はい、じゃあ続いて、超キャメイ辻川じゃないよ、今日もキャメイって、大ちゃん、大ちゃん、来てください。すごいハウちゃんですよ、うん、距離的に。さあそれでは、はい、じゃあまず超さんからですね。超、ちょうです。ちょっと今日あんまりね、いいとこ見せれてないので、そうですね、今回はというか、ここでですね、しっかり結果出して、この後の大会にもね、やっぱそのいいテンポで迎えるようにしたいと思っております。久保さんにだけは絶対に負けたくないと思います。That was Cho speaking. AndHe says he hasn't shown many good results in the matches so far, so in the finals he wants to, you know, show some good results, and he should at least not lose to Kubo, that's what he said. And he wants to take this momentum into the Kevo Gods, right? Kevo Gods? Yeah, to Kevo Gods, alright? 以上。どうも、大ちゃんです。今日、7勝0敗でちょっと無敗でここまで来てるんで、ちょっとこのまま無敗で優勝したいなと、まあ、あとエボ行きたいんですけどお金ないんで招待して。Alright, so that was Daichan speaking, and he's 7 wins, 0 losses so far, so he wants the finals, you know, no losses still, all wins. And he wants to go to Evo, but he has no money, so, you know, he's looking for somebody to sponsor the trip, so, you know.Just a precursor Evo or something like that, right? 以上。賞味期限の切れたクソゲーゴシンたちをそれしようと思います。
Kamei, who's the head of the tournament, Camp of Gods, says, you know, these other teams, these are old timers, you know, this is our generation, so, you know, I'm just gonna annihilate these guys. はい、じゃあ両チームありがとうございました。あと通訳をしてくれた伊達さんにもちょっと大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。まあ、伊達さんはもう知ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、あの FRB というイベントの、まあ、主催メンバーの一人ですので、はい、また5月の19日でしたっけから FRB 始まりますので、もしあの興味のある方はどんどん参加してください。美味しいピザが食べられます。マブカップよりピザです。ピザです。女の子もいます。女の子もいます。あとスコットがいます。スコットがいますね。かわいいスコットが。スコットに勝つとヘッドロックされたりします。ご褒美ね。はい、じゃあじゃんけんして、筐体選択おいもしくは後出し券ですね。さあ勝ったのは超キャメイ大ちゃんチームですね。さあ後出し券かな。 That wasn't me translating, by the way. That's Mr. Date, aka Fork and Jiro. 1P 側に、超キャメイ大ちゃんチーム、そして 2P 側にクソゲージャパンチームですね。となります。さあ主催者チームが勝つか、クソゲージャパンチームが勝つかと。ちなみにですね、キャメイ君過去にいろんな大会主催してるんですが、自分が主催した時のこのチーム戦での勝率の高さは異常ですからね。アルカナハートの大会とかも勝手に優勝してましたからね。自演大会得意ですからね、キャメイ君は。さあ主催なのに妥協しない男。じゃあ決勝戦の前はなんか人叫び入れますか。その前にまずあれか、コントローラーチェックですね。はい、コントローラーチェックですね。ボタンチェック、ボタンチェックお願いしますね。でボタンチェック終わったら、あのいわゆるセリフからスタートみたいになりますんで、はい、キャラ選択の状態で止めておいてください。さあ、ボタンチェックなんで、そうですね、長々と続いた KVO 都合もいよいよクライマックス、いよいよラストですね。8時間にわたる長丁場となりました。長かったね、これ長かったね。でもまあ見応えある試合が多かったんで、はい、まあ結構全然ね、全然疲れなかったと言ったら嘘になる。だが面白くなかったわけではない。面白かった。この後も面白いであろう。この後も面白いであろう。メイドさんは可愛いのだろうか。さまざまな疑問が渦巻いているこの会場ですが、さあボタンチェック終わったようですね。じゃあ改めて、はい、キャラの選択から始めてください。先方が 1P 側キャメイ、 2P 側がスピンキング。スピンキング、もう包帯は取った状態ですね。さあそしてですね、座って見てる人、もし前に少しスペースあれば少しだけでもいいんで詰めてあげてください。そうするとそうですね、殿様が階段の踊り場で見てるんで、はい、殿様が階段の踊り場で見てるんで、あのちょっと詰めてあげると、詰めてあげるとこの一人一人がちょっとずつ詰めると一人分のスペースが空いたりするんで、いいですね。素敵でした。 Yeah, same format, no change. Yeah. まあ、いい感じになってます。 And yes, this is grand finals. We'll be ルチーム、そろそろボタンチェックの方はどうですか。 Starting right after the butt check.さ、大丈夫そうなら、またスタートボタンの方を押して、キャラセレクトからやり直してくださいね。さあ、コンボ練習をしてる人がいます。そういう時間じゃないですよ。じゃあまあ、またゴーリさんの叫びから始めますので、ちょっとキャラだけ選んで止めておいてください。じゃあまた毎回と同じように 3-2-1 レディーゴーで、レディーファイト、 3-2-1 レディーファイトでいきたいと思います。それではまもなく、KVO アルティメットマーブル VS カップコン3決勝トーナメントのファイナル決勝戦スタートしていきたいと思います。皆さん準備はいいですか。はい、さあそれでは始めていきましょう。3からいきますよ。皆さんいくぞ。3 2 1、レディーファイト。さあ泣いても笑ってもこれが決勝戦最後の1試合となります。前方戦は 1P 側キャメイ、 2P 側スピンキング。さあいきなりジャベリンで叩き落とした。そしてさらにチームエリアル横、コンボはつながっていないが幻影剣、これはいきなり出だし好調。いいですね、ウエスカー足の下段。さあどうだ。さあ生き延びた、生き流れたスピンキング。ここからはどうする。
経験をつけるのはキャメイン。チャンエスト降りてきて、まあ、結果的に経験が削るというね。さあどうする、出てくるのはバー、ダンテですね。さあスピンキングダンテ、さあここは引っ掛けていった。さらにコンボつないでミリオンダラ、さらに X ファクターを使っていった、躊躇がない。さあレベル 2X ファクターでまずバージル落とす、そして続いて出てくるのはキャメイノバ。さあどうする、リバーブ、リバーブ、ミリオンダラード。さあどうする、 X ファクターを使うのはキャメイ、ここは一旦引く、あとセンチュリオン L ぶっこんでいきました、ブリンイット。さあこれでダンテが沈んでラス1バージルだが、おっとジャベリンが面白いように刺さる。さあここはヒューマンロケットガードしている、あーと刺せなかった。これですね、スカ価格をしっかり取っていきます、キャメイ。途中棒なのに画面見てっかんな、これ。さあどうする、ジャイスから入って今度は先手を取っていくのはキンキング。さあどうだ、スナップバックで引っ張り出すのはバージルですね。まずバージル落とす、まあキンキングの基本戦術ですね。この辺はやはりゲージ持ってる状態ではバージル相手したくないと、まあ、あと3人目だと当然ファクターもありますからね。さらにスナップバックで、ああまんべんなく減らしていきますね。さあどうする、どうする、ウエスカーが出てくる、 X ファクターを使っているキャメイ、まあ、これは X ファクターレベル1使わせたのはスピンキングとしたら相当美味しいですね。なんかいろいろあった割にはキャメイの体力が減っていない。さあ駒投げが通ってここからバージルを構せてコンボ飛ばしていく。さあどうする、裏回ってサムライエッジからバリコント、これでゼロが沈む。さあどうする、ダンテカブト割り、リバーブ、リバーブ、わーリバーブ当たった、美味しい、これはいい当たり方。そしてミリオンダラに繋いで、どうする、またリバーブが当たる、リバーブを移動技のように使う。ミリオンダラしか死んでない、これはこれはウエスカー生き残った。まあリバーブが下でリバーブをしているダンテ。おおジャムセッションで落とした。さあスピンキングがかっこいいところを見せていきます。さあどうする、ミリオンダラ当たっているぞ、これダンテノバには当たっていないが足で出てきたバージルが巻き込まれている。さらにノバを崩して X ファクター。さあスピンキングも1ラウンド取り返す。さあクソルの声が出始めております。さすがにここまで来るとダメ出しよりも声援が多くなってくるスピンキング。さあどうする、さあこれはセンチュリーさん当たる。さあヒロインキャリー動き回る、致命傷にはならない。さあこれはうまいですね、バスター当たって落ちてきたところしっかり拾いました。さあどうする、バージル走らせて今回はスナップバックはしなさそうですか。おっとスナップバックで引きずり出すのはバージル、あーとこれはよく見ていた。さあどうだ、経験レスリー客スピンキングが安くねと言ってましたが、確かにコンボで落としたら本当に安くなった。ジャンシーかぶせていく。さあどうする、ゼロで自由奔放に動き回るスピンキング。さあこれは美味しいのが入った。これはウエスカー落と、あじゃあバージルか、落とせそうか。さあどうだコンボ、ここで完走していきたい。ゲージが4本ある、ここは潜水山、雷光山と。さあゲージを温存しつつ倒して、おっとノバ、これは丸バツクイズに勝ちましたが、その後の崩しが引っかかってしまう。さあゲージマックスのピンキングゼロ。さあどうする、どうする、さあ丸バツクイズ、あーっと当たってしまった。 X ファクターを使っていたんだが、これはゲームゼロを使って殺しにかかるでしょう。さあ、ライコーハ、レコーハから全部ゼロ、勝ったのはスピンキング。さあ、まず先鋒戦スピンキング、大ちゃんか、チョウ。大ちゃんとチョウですね。
キャミーには勝てる。そうですね、もう使い古されたクソゲージャパン、クソゲー誤信なんかには負けないって言ったキャミーでしたが、はい、やっぱりクソゲー誤信、最古のクソゲー誤信として君臨する回転王様ですからね。ここはキャミーが勝てて十分だった。あ、まあ両手使ってますけどね、しっかり完全に完全に両手でしたけどね、見てましたよ。なんなら口プレイまで使ってましたけどね、手だけじゃ飽き足らず、そう、口まで使ってましたけどね。さあここで中堅誰が出てくるのか。大ちゃんと長が会議を繰り広げております。今日はやはり大ちゃんがかなりキレキレで動けておりますので、はい、大ちゃんの出しどころが非常に難しいですね。あとは長がちょっとなんていうかキャラ選びで迷ってる感がありますね、はいはいはい、ちょっと飛竜を出した試合が負けたりとか、せっかくキャラ隊で出した飛竜が落とされたりとかいうのが多いので、その辺でちょっと迷いが見えますが、さあ長ですね、長が出てきましたね。ボタンチェックいらないですか。しとく。あ、いいよいいよ、じゃあボタンチェック。さあボタンチェックが終了しております。さあ程よきところでスタートボタンを押し始めてくださいね。さあキャラクターセレクトに戻ります。さあボタンチェックを終えて、中堅脇側、中堅ショー、スーピー側テンポスピンキング。さあ今回超は自信のあるメインチームを出してきました。ウェスカーマグニバージル、まあ、ウェスカーとゼロの最初の触り合いですね。上を取るのが得意なゼロに対して、やはり横の戦いが得意なウエスカーということで、かなり好対照ですね。まあ、ワープ持ちなのでウエスカー上からかぶせることもできるんですが、これはよく見ていた空投げ、しかし空撃にはいけない。さあどうする、ワープを駆使してゼロの機動力に勝る。さあ勝ろうとする超のウエスカーだが、どうだ、さあこれはいいのが刺さった。さあ叩きつけて、ここからコンボスタート。さあどうする、潜水山バージルが走ってコンボ伸ばしていく、大鉱山、そしてスナップバック、またもやバージルを引っ張り出す。さあここで丸バスクイズ、ジャムセッションが通って、ここからコンボスタート、ゲージは大量にありますが、ここはゲームゼロでバージル落とせなかったが削った、最後削っていきました。やはりゲージ3本吐きましたからね、倒さないとダメですね、今のは危ない危ない。しかしこれでゲージが、空っぽになったが、すでにもう1本溜まっている。やはりゼロの手数ならゲージも溜まるのも早いと。さあショックウェーブからマキシマムでした。うわ、投げていった駒投げ、後ろで悲しくギターが響き渡る。さあどうだ、カブト割り、カブト割り、ダンテのカブト割りは性能はいいんですが、どうでしょうか。さあギターを弾く、ギターを弾く。さあどうだ、カブト割りはディスラプターで潰される。さあはスナップバックでこっちもバージルを引っ張り出す。やはりお互い最重要警戒対象はバージルと。さあこれはどうするか、バリコンを使っていく。さあどうなんでしょうね。ああ、きっちり仕留めた。残るはダンテただ一人、カブト割りキャンセルと。どうだ、 X ファクターを使ってうまく落としていった。さあ回答をよく見ていた。さあしかし超の方もまだ X ファクター残っている。ここからが本当の戦い。さあマグニー X ファクターを使ってリバーブ崩しにかかる、しのぎたい超。ここは先に使ってるのは回転王ですからね、回転王の X ファクター切れるのを待ちたかったが、先に引っかかってしまった。ミリオンタラー、しかしそろそろ回転王の X ファクターが切れる。ヒステリックからマジンか、めくっているが、あー、きっちり対応している。超ディスラプター、さあここで X ファクターが切れた、回転王、そして超の方も切れる。カブト割り、あー引っかかってしまったがコンボに行けない。どうだ、
上からかぶせていって、まず蝶が1ラウンド先取、こらえました、踏ん張りました。蝶さあ、蝶が1ラウンド取ってきた。中堅戦法戦、さあまたもや空投げから入る。あ、しかし今度ミスってしまいますね。先ほどと一緒の展開。さあどうする、逃げる、イエスカーを追う、ゼロ。あー、これいいですね、ジャンエースが突き刺さりましたね。さあジェス刺さって、ここからコンボを伸ばしていって、バリコンと。さあゼロがきっちり死んでしまいましたと。出てくるのはダンテ。いや、今日の回転はダンテがキレキレなので、ダンテでなんとか決着をつけたい。そしてできればさっさとバーディーに引っ張り出したいといったところですよね。さあここはきっちり8位からストライミングつないでいく。そしてヨンダラーでしっとり走らせるリバーブ。さあこれは蝶がうまく対応していった。スナップバックでバージル出てくる。あ、空投げで投げていたのは回転王だった。さあこれはあと、しかし今度落としてしまうが、どうだ、カット割り、シストイアイ、これは飛んで避けている。さあシストイアイから幻影剣、 X ファクターを使ったのは長打が、これに対して回転王がきっちり対処している。さあ回転王がどん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 キレが増していくが、それじゃあーっと投げ届かなかった、スライディングが届かなかった。エクサクターを使ってカブトリ、さあマジに落としにかかる回転を、これでバージル。さあ後ろから辛辣な声が聞こえてきたんだけど、気にしないことにします。さあやはりスーパーセコンドの言うことを聞いておくべきでしたね。リバーブしかやってねえじゃねえかと。さあしかしこれどうなんでしょうか。ダンテがコンボを決めてミリオンダラー。さあ時間もなくなってくる。 X ファクターはお互いない状態、ゲージもお互い空っぽと。さあ幻影剣を踏んでしまった。しかしまあこれではまだ残っている、あ、スピンキング、バージルが残ってます。あ、これはありがたいですね。スピンキング、さあスピンキングも踏ん張る。これで 1-1 ですか。さあ蝶対スピンキング、これで蝶まで負けてしまうとかなり大ちゃん苦しい展開。後ろには久保とクソルが控えております。さあここはまたもや再戦、キャラがいました。さあ中堅戦法戦、 1P 側蝶、 2P 側回転王、スピンキング。さあ今日はまさにキングの名にふさわしい大活躍。さあどうだ、激しく動き回る目まぐるし、あー、これはうまいですね。一時確認しておりました。そしてそこからバリコンと。さあ殺しきる。先ほどからこの展開はよく見ますね。しかしここからダンテがまくるんですよね。さあリバーブ、それでもリバーブ、それでも俺はギターが弾きたいやと。さあギターが弾きたくてしょうがない。しかしこれ落としていった。本当にリバーブしかやってねえ。おっとガーキャン、ガーキャンチェンジですね。アシストガーキャンですか、で継続買っていきますと。あっとリバーブ刺さった。さあだんだん回転王のリバーブが出るたびに笑いが会場からこぼれるようになっております。空中投げ、さあスピンキング、ダンテ一人で大立ち回り、ここは生交代。あー、これはカブト割りつかしたんですがね、ディスラプターが当たりました。カブト割り投げている、ワープからの投げ、カブト割りはすかしているが、さあディスラプターが助けてくれる。ならばと俺も投げましょうと、蝶も投げていってバージルを引っ張り出す。さあこれはバージルが落ちそうか。X ファクターを使ってバリコン、きっちり落としていく。さあ残るは X ファクターがあるとはいえ、ダンテ体力残りわずか。どうする、
さあエクザクターは残っているが、エクザクター使っていったリバーブ、そして空投げ、勝ったのは超さあ先方のスピンキング、さあ超がスピンキングを破って中堅戦となります。 2P 側久保が座りますね。もう何の迷いもなく久保が座りました。まあでもこれで、キャメイチームはほっと一安心といったところでしょうね。ボタン確認しますか、久保さん。ボタン確認大丈夫ですか。はい、そのままスタートです。そのまま。しかし回転王が頑張ってくれたこの頑張り、久保がタスキをつないでいきます。 1P 側中堅長、 2P 側中堅の久保。さあやはりチーム戦ならではの行き詰まる展開が楽しめますね。まあ、マブカップというゲームで果たして、チーム戦どういう風なことになるのかと思ってましたが、やはりこれはこれで面白さがあるなという感じですね。さあ中堅戦、ウェスカー対バージルからスタートします。さあいきなりダンテが捉えられて、ダンテの体力が6割近くなくなっている。そしてさらに空投げ、しかしコンボが成功しない。今日の調和はそうですね、空投げからのコンボのミスがちょっと多いですね。しかしまあもう気にしちゃいられねえと、ミスるのはミスるからしょうがないと。さあ久保とやり慣れてるゆえの選択肢でしょうね。さあ先にローラちゃん X27 を引っ張り出してくるよ。さあジャムセッションが当たって、ここからコンボスタート。さあどうする、崩しにかかる、逃がさない久保。しかしディスラプター確認からのワープ、よく見ている長。さあ、エクサクターを使って空投げ、久保も判断が絶妙。しかし、X23 が死んでいるので、ここは 200% 連携にはいけないので、純粋なプレイヤー勝負。さあ、ジャムセッションが当たる。さあ、どうする、魔人化しているぞ。さあ、疾走イヤイガード、疾走イヤイガード、エクサクターから投げる。足止めていった、残りはダンテただ一人。しかもファクターも使い切っている。あとめくっていましたと。さあどうする、あーファクターバージルが、しかしここでファクターが切れてしまう。現役もつける、ゲージが5本ある。久保のダンテどうする、剣がついている状態なので動けない。さあ最後はきちんと切り上げて、まず長が一勝取っていきます。さあしかし久保もこのままでは終わらないでしょう。さあラウンド2になります。さあ開幕の読み合いが激アツです。空投げから入るのは久保、先手を取ったのは久保。さあさらにコンボを伸ばしていく、ゲージも2本溜まった。さあどうするか、ここは置き攻め、ラウンドトリックからのジャンエスト、うまく切り上げている。この辺の耐久性度高いですね。さあワープで降りてくるが、兜割りにはしないと。さあワープ、あと引っかかったが波動にはつなげられなかったと。さあワープを駆使して崩すとは超、ああ切り上げていった。あとワープで透かしているが、ここでジャムセッション刺さって、どうする、ラウンドトリップ投げてワープから経験。さあどうするどうする、逃げる逃げる、現役の時間を稼ぎます。超しかしラウンドトリップを投げていた。まずウエスカーが落ちる。さあどうする、対空しっかり落としていく。さあ月輪からジャムセッションでもう一度月輪と。さあラウンドトリップ投げて、居合疾走居合だが、ここは X ファクターからの投げ、あっとしかし落としてしまう。ショックウェブから安全交代、しかしここで崩れる。久保バージルも落ちる。しかし先にエクサクターを使ってしまったのは超、この時間のうちにローラちゃんを仕留めたい。さあどうでしょう、これはローラちゃんを落としていく。残るはダンテただ1人、ファクター、さらにゲージ5本持ちのダンテだが、さあどうでしょうか。さあお高いコンボを狙っていくが、疾走居合、これはエクスファクターを使う久保。しかし幻影剣が突き刺さる。さあどうなのこれ、ゲージが1個溜まる。そして幻影剣、あった外れた。
まだあるぞ。ここでデビルマンストライだが、これはガードから切り上げ、勝ったのはチョウ。チョウが2人抜き。さあこれでとうとう大将クソルの登場です。そうですね、大将クソル、日本なんて、日本なんてこの程度ですよと言っていたクソルですが日本の大会なんかでと、日本の大会なんかでは負けられないと言ってましたけども、でももうお前アメリカ行かねえだろっていう話でね。さあ中堅長 VS 大将のクソル、ボタンチェックなしでいきます。さあ果たして長が今日調子が悪いと言っていた長がここで勝負を決めるのか、それともクソルが踏ん張って大将大ちゃん引っ張り出すのか。あとそしてポスターが外れる、 KVO のポスターが落ちましたよ。嫌な感じですね、これ。嫌な予感がしますね。主催者誰でしたっけ、主催者誰でしたっけ、主催者キャメイさんってどっちのチームにいましたっけ。ただあのポスターの中心で誰でしたっけ。ああそのさあどっちなんでしょうね。さあどっちなんでしょう。さあクソル VS 長、 1P 側長、ルピー側大将クソル。さあ慎重にステージを選んで中堅大将戦となります。さあ V 上戦法で出てきます。 VJ VS ウエスカー。さあどうする、後ろにはディスラプターが控えていますからね、打ち合いにも十分勝てると。しかしタメブーメランが発動してますね。一回タメブーメラン打ち出すと結構面倒くさいことになりますからね。さあレッドホットキック、さあログトラップが画面上飛び交っております。 あのログトラップに引っかかったら大変なので、あーっと目の前に降りて手を出しやすくしといてとログトラップ、やはり打ち方が絶妙ですね。さあここでレッドホットキックが刺さって、ウエスカーが特に何もしてないのにウエスカーが死んでいる。コンボらしいコンボはしてませんでした。さあマグニ、まあ、マグニ V 上は、まあ、やはり V 上きついんですが、さあ V ダッチで避けているが疾走 EI が走っていた。そうは言ってもソルもマグニ戦きついとは言っても数こなしております。さあブーメラン、ブーメラン3段ジャンプを駆使してブーメランを投げていきます。しかしディスラプターはそれを全てかき消す。こうなってしまうと VJ なかなかやることがない。 V 上はやることがないか。さあ様子見様子見ブーメランに合わせてディスラプターを打ち込みます。さあ逃げる、しかしここ追っかけていくがグルービーアッパーはガードしている。さあここでバリコンショックエム VJ。 さあビューティフル上は死んだがどうだ、ゲージ3本入ってしまったクソル。さあフランクさんレベル1のフランクさんではどうしようもないと、アライグマが出てきたが小足刺さって、残るはレベル1フランク。何が起きるんでしょうこれで。さあとりあえずショッピングカートを押してみる。しかし剣が待っている。 X ファクター、赤ゲージもほとんどないので回復量も乏しい。さあここは蝶が仕留めていって蝶マッチポイント。さあ後がないクソル。さあ真剣に真剣に考えていきます。やはりポイントはマグニですね。それだけになるべくダメージを負わずに、まずウエスカー、先方のウエスカーを落としたいというのがクソルの考えでしょう。マグニまでに敵図を置いたくないというところですからね。できればゲージも欲しいですからね。本当はコンボあたりをチャコッと決めて、チーム得意のチームエリアでゲージを稼ぎに来て殺すのがちょうどいいんですが、バーンと危ない危ない、アライグマは外れた。しかし VJV 上これ殺しにかかるか、空投げで補正切っていった。さらにアライグマも巻き込まれているが、ダッチからのマックスピード出し切っていく。さあどうだ、ブーメランを投げて近づいていく。さあレトルトキック、レトルトキック回るか。さあブーメランが当たる。さあどうだ、 V 上が画面手足と動き回るカート。さあワープで逃げる、ウエスカーが逃げる、ショッピングカートに引っかかる。さあどうだ、さあここは上り中段か、ウエスカーを落としていった。さあマグニに対して、おっと上取ったぞ、ショックウェーブ
レポートキックが出ているが、これはショックウェーブで V 上がお亡くなり。こうなるとレベル1フランクさん飛び越える、疾走居合は飛び越える。さあどうする、踏んづけて相打ち、カメラからのケースウエスト、相打ちからでもいけますと。そしてマットホッパーおよんと、あーっと生交代当たってマグネティックテンペストは投げている。しかしまだフランクはレベル1、空投げ、カメラからのエクザクターだがカメラが当たってない、早すぎた。さあかっ飛ばしていく、エクスファクターの時間を消費する蝶、空を飛んでエクスファクターの時間を潰していきます。投げてカメラ、ロブトラップ、さあパイ投げて、さあディスラプターで近づけない、ディスラプターで近づけない。さあどうする、疾走居合が駆け抜けていく、さあスライディング決まった。ここからコンボレベルを1個でも上げたい。さあケースウエスト、これでレベル2になったフランク、ちょっぴり体力も回復、全点もできる。しかし X ファクターバージルを相手にしなければいけない。ファクターを使っていく、全点を使って幻影剣、さあ削られる削られる、疾走居合は全点で逃げる、幻影剣丸太も消される、全点で逃げる、パイを投げるがこれはしっかり打っていく。さあ残るはラクーン、当たってこれコンボどうだ、落とす。ここはマットホッパーを設置して近づかせない近づかせない、 X ファクターの時間を削る。しかし次元山次元山、こちらの飛び道具を飛ばしてワープから崩しにかかる、アニバーサリー。さあどうなの、これでロックンロール、あー食った踏ん張った、クソル渾身のガッツポーズ。しかしまだ1-1、これだけ神経をすり減らしてもまだ1勝目。さあ1-1、超バーサスクソル、後ろには大ちゃんが控えております。まあ後ろに大ちゃんが控えてる分、超の方がのびのびと動けるでしょうからね。さあどうだ、レッドホットキックから入る、そしてブーメランを投げる。さあディスラプターとブーメランが飛び交う激しい画面展開、さあめくっている、これがクソルの必勝パターン。さあどうだ、チームエリアル、どっち、横、はい、会いたかった会いたかった会いたかった、イエス。さあどうだ、レベルが上がる、さらにゴッドハンド、2択どっちなの、下段。しかしこれはミスってしまうが、どうだ、逃げる逃げる、蝶が逃げる、ワープでスローの時間を消費。しかしこれ削りダメージでもですから死んでしまいますからね。しかしここは蝶は無理な生交代はしません、蝶は無理な生交代はしなかった、そこを狙われてコンボを食らうのを恐れましたね。まあ後ろに控えてるのマグニですから無理する必要ないですからね。おお、ディスラプターでシックスキャノン。さあこんなことができるんですね。さあどうする、これが、さあどうだ、ショックウェーブ、ここは最低限のダメージ済ませる、 V ダッジで透かしたいが透かせなかった。さあファクターを使って果敢取りに行ったのは蝶、ここはまず V 上を落とす、 V 上を落として出てくるのはレベル3フランク。さあ前転だがこれディスラプター。さあどうする、まだ X ファクターの時間は残っている、フランクが落ちてしまうか。さあ Z、 さあ 2-1 の状態になります、2-1。さあどうなる、ロケットラクーン単体で何ができるのか。さあこれはまだ死ななそうだが、そうは言ってもラクーン単体剣をつけて、あっとゲージ3本入ったが決まらなかった。さあどうする、チョーチャイスからハイタイム Z、勝ったのは蝶。やはり蝶は久保なんしちゃら大会では持ってる男だった。優勝はキャメイ蝶大ちゃんです、拍手お願いします。
はい、じゃあ優勝の喜びというか主催主催、はい、主催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 なのに優勝した喜び。はい、じゃあ一応商品の需要があるみたいなので、あ、商品の需要がまず2位から商品があるようなので、2位、はい、2位から商品です。ではまず2位から、はい、じゃあ2位の、まあちょっと悔しいでしょうが、はい、悔しいでしょうが、勝者がいるから敗者がいるということでね、はい、もうこれは勝負なんでしょうがないです。2位のスピンキング久保ソル、まあ、40チームのうち頂点に立てるのは1チームということで、はいはい、じゃあまず2位の、2位のスピンキングクソル久保さん、スピンキングクソル久保さん、はい、じゃあちょっとまあ2位なんで、はい、残念ですが、まあそれでも商品ございますので、まあちょっと何が入ってるか分かんないんで、とりあえず3人で受け取って、はい、あの中身検討して分け合ってください。分け合ってください。はい、じゃあとりあえず準優勝、クソルスピンキング久保クソゲージャパンチームでした。大きな拍手お願いします。はい、準優勝です。大きな拍手お願いします。はい、じゃあ続いて優勝チーム、はい、優勝チーム、優勝チームの商品はなんか見せてあげてほしいという、優勝チームの商品、まずこれが、いや、それは見せなくていいんじゃない、はい、あ、これはいいのか分かんないけど、何なの何なの、え、あー、なるほどね、え、いや、これちょっと持っててもらわないと出ないな。大鷲の健さんですね、これね、大橋の健さんですね。みんな大好き大橋の健さんです。大橋の健さんです。ただ残念なことにあんまりタツカプ勢がいないんですよ、優勝チームにキャメイ君しかいないんですよ。大橋の健見せてって、キャメイ君しかいないんで、あとはもうコナン君で我慢してください。高山南ボイスで我慢してください。あ、健さんですね。じゃあ入ってるものは一緒なのかな。はい、じゃあ優勝チーム、お三方、こっち来てください。はい、商品こちらですね。はい、おめでとうございます。じゃあせっかくだから優勝チームには一言ずついただきますかね、はい、コメントいただいて、じゃあコメントいただきたいと思います。再び伊達さんっていうか、これあれですよね、何気に前回のクボッズの個人戦の優勝がチョウ君で、はいはいはい、ランダム2オンの優勝がダイちゃんだったんですよ。おお、なんで、まあ、ある意味2連覇、連覇ですね、ということで、さらに主催者、そして主催者なんで、まあちょっと一言いただきたいと思います。じゃあまずキャメイクから、まず主催者の、はい、挨拶はまた後でなんで、あくまで優勝で海外向けのコメントでお願いします。いや強すぎてごめんな、みんな何もしないんけどね。いやーチームメイトのチームメイト、メイト選びのセンスです。ありがとうございます。So that was the Kubolution head Kamei, who was on the winning team. He said he was sorry that he didn't, you know, do too well, but you know, I had good team picking skills. So, you know, thank you. はい、じゃあ続いて大ちゃんです。俺今日負けてねえんだけど、誰か俺に勝てるやついないやろ、マジ。ちょっと俺ペルソナしかやってないんだけど、ちょっと弱いんじゃない？あ、招待あと待ってるんで。So yeah, as I said, you know, there's I didn't lose again today, so you know, there's nobody here to beat me. So I'm still waiting for my sponsor. So please hook him up, right? Please, thanks. はい、じゃあ続いて、まあ2連覇、大ちゃんに続き、あ、大ちゃんに続き2連覇の長さんです。あ、どうも長です。いやあ、もうちょっとこっち、もうちょっとこっちですか。わかりました。いやいやいや、なんかちょっとやめてください、恥ずかしい。そうですね、この大会やるって聞いてからずっとこの大会で優勝することだけを焦点に合わせて、もう仕事が終わったらすぐアルカプとか、休みの日も一日中アルカプとか、ずっとこの現場やってきたんで、これはできて本当に嬉しく思ってます。とりあえずチームメイトのおかげで僕本当にミスだらけで、本当にもう申し訳なかったんですけど、最後だけ仕事できて本当によかったです。ありがとうございました。So that was Cho speaking. You know, he really, really wanted to win this tournament from like way back. He, you know, when he gets off work, he play ultimate. You know, when he has days off, he play ultimate the whole day and everything. And
you know, he wasn't doing too well during the whole tournament, but you know, he was sad about that. But in the finals, you know, he pretty much beat everybody, so he's glad that he was able to show, you know, his good side in the tournament. All right. さあということで優勝チームに今一度大きな拍手をお願いします。さあそれでは主催からの挨拶を。何もコメント用意してなかったんですけど、今日はまず1日目終了ということで、また明日ペルソナと豪傑寺あるんで、2日目参加の方もよろしくお願いします。で、クボゴッツ、ちょっとクボの方が時間をしちゃったんで、11時までにメイド喫茶コッチャの方へ、ご来場の方よろしくお願いします。でコッチャの方なんですけども、こちらの方にアクセスマップ置いてるんで、場所わからない人は、こちらの方を見ていただいて、ご来場の方よろしくお願いします。本日アルカポ参加された皆様、お疲れ様でした。さあということなんで、まずは1日目終了です。明日は何時から？朝10時受付。はい。午前10時開始。午前10時は11時開始。はい。ということで、スタートが11時ということなんで、できるだけ早く、多分受付が10時ぐらいからスタートだと思うんで、参加者の人は早めに来ておいてください。はい、じゃあこれの後はクボゴッツということで、場所移動お願いします。で、配信を見てる皆様方、ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、国内の方も海外の方も本当皆さん長丁場でしたが、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ところがまだ続くわけですね。続くんですね、この後ということで、締めのセリフはよろしくお願いします。はい、はい、それでは戦いはまだまだ続きます。みんな疲れてると思うんで、まずご飯食べに行ってもらって休憩してくださいってことで、クボゴッツは、クボゴッツ11時開始に変更になりました。後でツイッターの方に書くのでリツイートの方お願いします。会場の方、のじあいの方していただいて結構です。片付けは大丈夫。Well, that was... All right, are we in? Yeah, okay. Yeah. Well, that was freaking amazing. This is an amazing event that took place today. Obviously, a lot of you guys watched it. That was awesome. Yeah, that was I really am speechless right now. I'm at a loss for words. Really? I mean, that was so much Marvel. Just so much Marvel in one day, in one sitting, just to absorb it all. But, yeah. Like, there's just so many... great matches back to back to back to back, and it was incredibly hyped the entire day. Everybody was having a great time. The energy here was just amazing. And it's not over. Right. we got our work cut out for us. So I just want to thank everybody who tuned in and check this out. I mean, Persona 4 tomorrow at 11 a.m. Actually, it's the other way around. So Power Instinct is first. Okay. Power Instinct is at 11 a.m., and then Persona is going to start as soon as that finishes. Okay. Yeah, so, I mean, we'll be live tomorrow. I guess that's around 6 p.m. Pacific time, or maybe, I think. I'm not sure. Yeah, so hop on Google, punch in the time. 11 a.m. is when we'll be going live tomorrow. So, but once again, thanks for everybody, for checking out the stream and tuning in. I mean, this is something we've been planning pretty much ever since final round. Yeah, ever since final round, and it finally came to fruition, and we just had an excellent first day. And tomorrow, granted, we don't have the games yet, but tomorrow I'm very much looking forward to as well, especially Persona. Oh, definitely. I know a lot of people are really hype about Persona and checking out some high level gameplay there. So yeah, definitely. And I think there's how many entrants are there for that game right now? I think there's over 80. 80 in Persona? In Persona, oh, nice, if I remember right.
Well, I guess we're going to get a move on here. We're going to go check out Cave of Gods and... Yeah, well, actually, we're going to eat first because we're fucking starving. Yeah, I'm incredibly hungry right now. Yeah. So, yeah, we're going to sign off, and I guess we'll either see you guys on the next stream or tomorrow. Sure enough. Yeah, follow me on Twitter, at Haunts, at FooBarDuck, and at Martin Blake. Again, shout out to Martin for putting together like all the overlays and the sick graphics and everything. And of course, follow iPlayWinner, and we'll keep you updated on you know all the streams and events. So, see you guys. See you guys later. By the way, Cave of Gods starting in like an hour and a half or 2 hours. Oh yeah, so what's the address? That's going to be twitch.tv/GodsGarden. Okay. All right. Cool. Check it out, guys. Later.